お、なんか喋り出す？喋り出さない。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年4月30日、木曜日の午後5時13分です。本日はこれといったお知らせはありませんので、ご挨拶だけで失礼します。それにしても、4月ももうおしまいですね。春は出会いと別れの季節と言いますが、皆さんにも何か変化がありましたか？何にせよ、5月も皆さんにとって良い一月になりますように。それでは、かわいい。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。お、バラ一つ増えたね。もしもし、こちら、たぬき商店のつぶきちです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金、44,257 ベルを口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。さてことで、昨日買った、これね。5つ上限ギリギリまで、違う。上限ギリギリまで買った、このポケモリコラボの商品たちよ。これを設置していくのがめちゃくちゃ楽しみなんよね。あ、これ昨日ね、風船から出てきたキャットタワー、よくない？ちょうどさ、ペット用のベッドあるけんさ、そこに置こうかなと思って。OK モータースのキャップ。あ、爽やか。いいね、超爽やかやね。OK モータースのジャケット、めっちゃ爽やかやな、全体的に。よき。さあ、てことで、あとは、キャンプ場の看板。キャンプ場の看板をちょっと、なんか、夏って感じやね、格好。よきよき。なんかこの辺に道しるべみたいなの立てといて、その横にさらに、このキャンプ場の看板って感じにしよっかな。案内看板。え、でか。思ったよりでかかった。びっくりした。ちょっとびっくりした。まあまあまあ、こういう感じで置いといて。フォーチュンクッキーワゴンは、あっちのね、広場の方に置こうかなと。お？半妙や半妙。お金お金。お金。こいつ一回、ああ！取り損ねたらもう消えてしまうよね。なんてこったい。くそう。くそ。おお、びっくりした。何かと思った。もう置いとるんかと思ったわ。あ、てか、今日アースデー最終日じゃない？ちょっとこのあたりに、フォーチュンクッキーワゴン。よしよし。あ、ちょっと待って。ちょっと網が。はい、このあたりに置いて、なんか若干くっつきすぎやな。ほっ。よいしょ。ちゃんとタイヤが動くのいいよね。これでオッケー。フォーチュンクッキーも変えたらいいのに。はーい。アイナさん、いらっしゃい。今日も来てくれてありがとね。今日のおすすめはツツジだよ。低木か。ちょうど今の季節に綺麗なお花を咲かせるから、ぜひ植えてみてね。それで今日はどんなご用？今日はこんな苗や種を持ってきたよ。毎回結構種類違ったりするんかな。ユリ。あ、前回ユリなかったかな。どうしましょう。ツバキ。ツツジ。これ白なんや。へえ。え、どうしよう。なんか公園とかにさ、低木いいかなってちょっと思いよんよね。重いよんよね。綺麗じゃない？それは白いツツジの苗だよ。まとめて買うこともできるんだけど、どうする？じゃあちょっと白とピンクを。まあ、おすすめもされたしね。ってことで、ありがとう。いや、他は大丈夫。そっか、また気が変わったら言ってね。了解。で、ちょっと今日も、ポケモリコラボの商品を、買い取っていきましょう。お、白いチューリップの球根。やったね。ゲットゲット。タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。1日1回にタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。3日連続ボーナス100マイル。ご利用になりたいサービスをお選びください。ってことで、タヌキショッピング。スペシャル商品。で、キャンペーンね。
もう買ったやつ、あるんか。あるまんまなんか。なるほどね。なるほどね。木漏れ日広場の飾り。OK ゲームマシン。OK モータースの看板。キャップと、あ、この三つは買ったね。ふんふんふん。ってことやけん、あとは、この二つか。あ、もうこれで全部じゃない？イェーイ。すべて買った。あれが模型じゃなくてさ、ちゃんとキャンピングカーやったらね、めっちゃいいのになって思うよね。そうであってほしくない？私最初そうやと思ったのにさ、まさかの模型っていう、何？どこ？あ、あった。通販三昧。これ二段階目？よき。肩書き、オンラインのレビューは、たぬきマイル500マイルゲット。イェーイ。さあ、ってことで、また明日、あれやね、届くのを楽しみにしよう。コラボ商品。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。どうもどうも。やっほー、あさみさん。あら、えなさん、いらっしゃい。いつもこうして声をかけてもらっても、ゆっくりお話できなくてごめんなさいね。え、後ろの写真ですか？これは小さい頃の私たち姉妹と、お父ちゃんお母ちゃんの写真です。二人ともだいぶ前に亡くなったんですけど、こうして写真を見ると、いろんな思い出がはっきり蘇ってくるんですよ。亡くなっとんや、へぇ。うちはまだ小さかったから、お父ちゃんお母ちゃんのことはほとんど覚えていないよね。でもお姉ちゃんがうちらのこと必死に育ってくれたのはよう覚えてるよ。ありがとうね、お姉ちゃん。そんなに年の差あるんか、この二人。あら、なんやの、急に。いつものキヌちゃんじゃないみたい。もうお姉ちゃんたら、アイナさんがいるときくらいしかこんな話しないんやから、意地悪言わんといて。二人ではそんなに会話せんのかな。ふふん、堪忍堪忍。ありがとうね、キヌちゃん。突然両親に先立たれて、妹たちを守るのは私。私が頑張らんとって。何もかもを犠牲にして、がむしゃらに生きてきたつもりになってたこともあったんですけど、最近やっと気がついたんです。支えられてきたのは私の方やって。あ、ま、精神的にみたいな。三人揃ってこそのエイブルシスターズ。これからも三人で力を合わせて頑張っていこう思ってます。いいね、いいね。なんかそういう、なんか家族の話みたいなのを聞けるのいいね。ちょっとさ、これに合うようなズボン、アメフト？アメフトがよくわからんけん、どうアメフトズボンなんかがよくわからんけど、クロップドパンツ。あ、なんかすげえしっくりくる。めちゃくちゃしっくりくる。なんかなー、でも特にビジネスシューズ。これにしよっかな。買っちゃいましょう。イエーイ。あら、素敵やよ。お気に。もともと身につけたものは、おじの収納に送っておくわね。なんか、もともとこういうセットです、みたいな感じじゃない？お気に、またどうぞ。さあ、そして今日の商品は一体何があるでしょう？いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店へようこそ。ようこそ。あ、この辺のさ、キャンプ場に良くない？そちらの商品はコッフェルでございます。ます。お値段は1300ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？はい、買っちゃいましょう。毎度ありがとうございます。ます。あ、もうあそこはさ、高額商品って決まっとんやね。右端。三輪車はこの間買ったし、これ何？あ、え？撮影用のカメラとかそういうこと？なんか、あれやない？ね、テレビ局とかにあるようなやつやろ？ほらほらほら、テレビカメラ。すごいね、なんか。パニーさんの家の方に合いそうやない？ああいう感じの。ありがとうございました、マスター。ね、何持ってんの？それ。木の枝か。お元気そうね、だってば。世間話でも。あ、風船飛んできたよ。今日のアイナトーも素敵ね。
潮の香りで心が満たされるわ。だってば。一瞬めっちゃでっかい魚影が近づいてきたと思った。ちょ、待って。どこ？これか。どこどこどこ？まだ来てない？あ、まだこんなところに。ことはもうちょっと進んできてからやね。お、なんか喋り出す？喋り出さない。いけい。はい、来たー。なんでしょう。中身は。鉄鉱石やった。なるほどね。若干がっかりやけど。まあまあまあ。やっほー、楽しくやってる？あは。おしゃべりしよう。晴れの日は空気が気持ちいいよね。深呼吸するだけで健康になりそう。あは。それは良きだ。空気が美味しいことはいいことだ。だってね、周り、木もいっぱいあるし、水もいっぱいあるし、空気は美味しそうな気がするよ。みんな結構家にいるのか、今日は。どうもー。よ、わざわざ来てくれたのか、ってごわす。お話ししよう。そういや、おめえ知ってたか？レイジが持ってくる苗とか種とかはよ、普通の店では売ってないんだぜ。あいつ、とぼけた顔してる割に、レア物しか取り扱わないなんて、案外やりてみてえだな、ってごわす。かっこいい。これ何作るよん？ジロジロ見られるってのはどうも落ち着かねえもんだが、好きなだけゆっくりしてってくれってごわす。何作るよんか教えてくれるかと思ったけど、そうではなかったか。ルーシーはルーシー。ルーシー家におるかな？あ、おるおる。ってことで、そろそろ学習図形飾ってくれた？あ、なんか作りよる。そして学習机は飾っていない。なんか、あれやね。え、こんなでかかったっけ、作業台。せっかく来てくださったのにお構いできなくてごめんなさいよ。何作ってるの？ふと思い立ったんで、桃の壁紙を作ってるんですよ。ついついのめり込んじゃって、DIY って奥が深いんですね。アイナさんも桃の壁紙の作り方知りたいですか？知りたーい。わかりました。作り方のメモがあるので差し上げますね。これを見れば簡単ですから。ありがとう。お時間と材料のある時に作ってみてくださいね、よ。ぜひとも作らさせてもらう。桃がないけど今のところ。てか桃を使って壁紙を作るってめっちゃ匂いそうよね。あと虫が寄ってきそう。こう何ボケてるよ。お前も座りたいって？え、ここはオイラのお気に入りだから、今はダメだぞ、の心。で、木陰に座っとる子めっちゃおるよね。なんか、一番見かける行動な気がする。え、どうしよう。低木この辺りとかにしよっかな。ね、なんか良さげじゃない？広場の手前に。ね、こっち側からやった方が合わせやすいかな。白いツツジの苗。おう、びっくり。どれぐらいの間隔になるんだ、これは。ピンクのツツジ。あ、なるほど。勝手に間隔空いてくれるんか。良きやね。白いツツジ。お？なんかいっぱいできる。んで？ピンク。で、白。え、めっちゃ離れた。ね、超離れた。これは植え直せる？一回育ってからの方がいいかな。じゃあとりあえず置いといて。ちょ、待って、こっち側にも。くそ、一個だけめっちゃ離れてしまったんですけど。つら。あれ、なんか個数。合ってるか。合ってるね。合ってたわ。で、ギリギリのところ、ギリギリのところでやってった方がいいかな。はい。んで、ああ、怖いよ。めっちゃ怖いよ。で、ここ。よし。これ、育ったらこれ、こっちに移動させようと思う。え、できるよね、できるよね。今でもできるんかな？ちょっとやっといてみよう。あ、しまったわ。よかった。じゃ、これで。これで。
スウェール。もうすでにああいう表示になるんやね。ほら、これで、雪やろ ?55 で、真ん中。でもどうしよっかな。お店とかをさ、お店とかをどこに移動させようかと私は今すごく思ってるんだけど、この手前とかにしようかな。見にくいよね。あ、こっち側やったらまだわかりやすいかな。ってことで、じゃあこっち側に、ポップコーンマシーンと、よ。あ、でもなんか邪魔な気がする。ま、いっか。ま、いっか。またなんかそのうち、安定できるような場所は探すとして、とりあえずはこういう感じで置いとこ。ふんふん。で、なんかめっちゃ増えたよね、これ。何?低木?あ、あ、そういうこと。これか。アースデー期間限定キャンペーン中。期間限定キャンペーン中。200×5。いいぞ。やっきだぞ。低木の苗を植えてみようキャンペーン。まさにしよったんやね。え、で、他もなんか増えた?あ、増えてる。低木で彩るガーデニング生活。これ新しいやつや。種類ごとに決まった季節に花を咲かせる低木は、季節の訪れを感じさせてくれるだも。低木を植えてくれた数に応じて、ご褒美のマイルをプレゼントするだろも。あ、これ、もう2段階ともいったってことか。肩書き、生い茂る植物。そして、野生の守護者。たぬき参り500マイルゲット。あとはもうない?なるほどね。今の3つってことか。ふんふんふん。良きだね、良きだね。で、桃の壁。あ、めっちゃ可愛い!え、桃の壁紙超可愛いんやけど。桃が20個も必要。もうそれはほぼ桃だね。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、これで猫と一緒に暮らしよる女の子の家っていうのは、まあ、出来上がってきよるけど、あの犬の置物みたいな感じで猫の置物もあってくれれば完璧ないけどね。